佐藤千尋は、岩手県出身の元女子プロ野球選手。金ヶ崎町立第一小学校3年から第一、スポーツ少年団でソフトボールを始める。金ヶ崎中、一関一高時代は、遊撃手として、活躍、高2秋の新人戦では首相を務め優勝し、春の全国選抜に出場した。北海道教育大学岩見沢校に進学。 マネージャーとして野球部に入部するが、プレーへの思いが抑えきれず2年春に選手に転校。同大学初の女子プレイヤーとなる。2年秋には2部で、初安打を、記録、2期経験した一部での出番はなかったが、4年秋の2部最終戦では、9番に類種、で先発フル出場した。2011年の日本女子プロ野球機構第3回、トライアウトに合格した。 大学在学中に中学と高校の体育教諭免許を取得。今後はプロ選手の活動と並行して通信教育で小学教諭の資格も目指す。2011年12月23日、兵庫スイングスマイリーズへの入団が発表された。背番号は26。2012年のシーズンは3月26日に京セラドーム大阪で行われた京都アストドリームス。 との開幕戦の4回に代打としてプロイル初出場。ショート頃に倒れるもその間にランナーが生還しプロ初打点を記録した。4月7日の大阪ブレイビーハニーズ戦では2番セカンドで初めてスタメン出場した。その後は年間通してスタメンに定着。ルーキーながら39試合に出場し打率2割7分5厘。 10盗塁とある程度の成績を残した。また、守備では7失策を記録するなど精裁を欠く場面も見受けられたものの、セカンドのほかショート、サード、外野でも起用されるなど、ユーティリティぶりも発揮した。2013年のシーズンは、リーグ再編に伴い、大阪ブレイビーハニーズの継承球団である、ノースレイヤーに所属。十五試合に出場し、打率。 288、本塁打例の成績であった。2015年に埼玉アストラヤに移籍。2018年から同チームのキャプテンとして就任した。2019年シーズンより愛知で大根に移籍。2019年11月1日、今季限りで女子プロ野球リーグを退団することが発表された。2020年4月より教師へ転身して、 駒沢大学附属と誠い高等学校に保健体育教員として赴任、合わせて同校女子公式野球部部長に就任した。ありがとうございます。